これはですね、実は精神病院の中にある保護室とか、あるいは監禁室、いわゆる独房でございます。これをもうまさにその写真で撮ったものです。窓が一つございます。まあ、これはかなり古いタイプでは確かにあるんですけども、原理原則、今も同じです。多少見てくれが綺麗になっているということだけです。で、日本の場合よくあるのはここにこう穴があるんですね。何するか、食事を入れる。食事をする、食事を入れる、あるいは出すというだけの、ものです。中にはベッドが一つ、それからむき出しの便器が一つです。つまり、そこにここに入れられている方々というのは、監視の下で排便、あるいは就寝をするということになるわけです。中には、こう柔らかいマットが敷いてあって、その自傷行為を防ぐというようなものにあるわけなんですが、非常にね、こういったものがあるわけです。で、皆さんにここでご質問したいのは、皆さん閉じ込められたいですか？皆さん閉じ込められたいですか？私は絶対の嫌です。閉じ込められたり、あるいは縛られたり、こういうことをされるのは健康な私であったって嫌なんです。それは仮に病人であった、あるいは何かしらの問題を抱えてあったとしたって、それは嫌なんです。ですから当然、俺は嫌だ、こんなとこなぜ入れるんだってこうやります。しかし精神病院の中に入ると、それが病気ですって言われるんです。そういうふうにして暴れるからあなたは病気ですと言われてしまうんです。どうでしょう、病気ですって言われちゃったら皆さんどうです、それに対して何か反抗できます？医者からあなたは病気ですって言われちゃう、だからあなたは縛られるんです、だからあなたは閉じ込められなくちゃいけないんです、このようにしてこの中に入ることが正当化されてしまうわけです。ですから我々がやっぱり申し上げているのは、本当にここに人間として、本当に人間として生きる人権、こういったものが精神医学の中においては認められてないんですよ、保障されてないんですよ。で、刑務所をよく、刑務所とよく比較をします。刑務所の独房の方がまだいいです。なぜならば薬漬けにされないから。この中で24時間縛られ、そして薬漬けにされて、そしてご自身の意思を、あるいは自分の考え、自分の行動を奪われた方々がたくさんいます。そして今約月間で1882名の方がこの精神病院から亡くなって退院しています。1年に直すと2万人超えます。どうでしょう、交通事故死がもう今5000人を切ってます。その4倍以上の方々が精神病院を亡くなって退院しているんです。全ての精神病院の中に入院されている方って32万人いらっしゃいます。そのうちの年間で2万2000人の方々が死んで退院していると。こんなことが起きてよろしいんでしょうか。これがまず最初の、私たちが本当にこれが医学ですか、実はこのもう一つのこの個室の背後にあるデータがもう一つあります。先ほど私は亡くなって退院される方は1882人、1年間に直すと約2万人を超えますよというお話をしました。しかし治療終了、なんとかとりあえず治療を終えましたよと言って退院できる方っていうのは年間でおよそ2000人ちょっとしかいないんです。10倍ぐらいの方が死んで亡くなっている、こんな状態が、実は常に起きているのが精神病院です。ですから本当に医学ならば治してなんぼ、そして人に回復をもたらしてなんぼ、そして人に向上をもたらしてなんぼです。しかしその逆のケースが10倍も起きていると、最悪の死という状況でこの病院から離れると、この独房から解放されるという方々が、10倍いらっしゃるというわけです。ですから本当の意味で皆さんが医学ですか、私がお問いかけをしましたけど、これが本当に数字に基づいてもそうですが、医学かどうかぜひお伺いします。で、やはりね、物事はそうですけど全て起源から知っていく必要があろうかと思いますので、じゃあ精神医学ってそもそもどういうものだったのってことを、これから皆さんにご案内を申し上げたいと思います。そちらのパネルに移りましょう。